授業中にカンニングするやつを成敗してみた。この間のテストまた悪かったんだって。うるさいな、お前もいつも俺と同じぐらいじゃん。俺は100点だったぜ。成績を上げる秘訣を見つけたんだ。なんか怪しいな。今回のテストもズルしまくるぞ。この机の位置からなら紙継ぎの答案が覗き放題なんだよな。今回も100点いただきだぜ。前回のテストを返すぞ。どうせ100点に決まって。なっ、0点。残念でしたね。先日テストを受けていた上杉くんの正体は俺ちゃんでした。どういうことなんだ。それはこちらのセリフです。どうして俺ちゃんがふざけて書いたテストの答えとそちらの答えが一致してるんですかね。うぬぬぬぬ。ずるい、後で職員室に来い。何のことか分かってるな。くそー。カンニングはいずれバレます。成績を上げる秘訣は地道な勉強以外にありませんよ。